去る。いつの間にかこんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。そうだな。午後はどうする？オイラたちたくさん。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。おう、謎の荷物、血の色の液体。やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？明日はまた。すでに2つ調査のペースを上げた方が。いざ。雨降る風の中、ふるさとを。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。いざ行こう。あそこにいるのってビドックだ。ほう、このさすがだね。どうだ？確かにいい。どういう意味？あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな。絶対もっと食事に食毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピ、それよりも被害者のノック。多分だけど。さて、私旅人、今回は噂を信じた方がいいんか。そっ、はあ、いないな。でもどういうつもりだ。何の話だ。俺から離れろ。あいつらの態度、なんかおかしいぞ。オイラたちの、でも、ダメだ。考え、まだ続けるのか。わかった。何の用だ。ちょっと、夜パトロ。そんなことを聞いてた。そうだ。そんなことがあったが、そういえばパイプ清浄日。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される。月に3日。おいら。それでは他の用事が。ちゃったな。パイプス、確かにそうだな。そういう
し、行こう。すっごく眠いし疲れてるぞ。でも、そうだ、あれ旅人っておい、こんなにあっさり寝るやつが。寝てちゃダメだぞ。早く。え、普通に本当か。やっとし、そうだ。いざ行こう。ここで本当に合ってるよな。君たちは昼頃の。はあ、今すぐ立ち去るんだ。それが、おい、君たちに言うことは、さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが今日はあ、なんだって。それって兄貴が離れた時、俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴そんなすごい身分だったのか、知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて。なんだ、タルタリアの。あの夜兄貴が。そうか。ヒヒ、旅人。兄貴がメロピレ要塞に来たと。だがメロピレ要塞は強者を尊重し、実作業の時の俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せ、だから俺たち。だがある日兄貴はいきなりこう言った。子分としちゃもちろん兄貴のことは俺たちのことだ。だからこれも全部。じゃあ噂を捏造しても。それがあそこはと、それを知って、それでそして兄貴は帰っ。そんな。ああ、でも兄貴をと。わかったわかった。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ。潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか。その可能性も低いと思う。
兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速。もう結構な。これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。
これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら拙者が草笛で一曲奏でよう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。いざ。ふう、やっと肝心な情報が手に入ったな。潜水のタルタリアの山、気を抜く。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。いざ。
近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと。待った、君たち誰だ急に。うわあ、ごめん、もしかして人に聞かれちゃう。なんだただの慣れ慣れし。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に慣れ慣れしいやつは嫌いじゃで、その顔から察する、あの公爵がじきじき。ちょっとしたミスか。グル、僕はクスト、こいつはラル。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う情報。まあまあ、クストはこういうやつでな、サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、おお、メロピデ要塞、そしても公爵に認められたやつ。なあ、それってジュリエはここに天に登れる。そういえばあいつが女でも、あのおんなあ、まさか。まあ、あ、行こう。お、あそこでおしゃべりしてる人たちがいるぞ。近くに行って聞いて。俺に言わせりゃ。待て待て。そう慌て。いっそ。おいおい、いいか、水の上。たく、こいつ、そういえば水の、それも。you
王者のナノム。
別の天柱中に分け与え。
枯れ渡った月や風。運命の変わり目のようね。愉快よ。星と深夜、無事今日の星と深淵を目指そこの兄ちゃん、そうそう君だな。カードゲームは好きか。あれだあれ、カードゲーム。何言ってんだ。そっか、お前メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな。たまたま君を見かけて。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩。なんだ、お前が選んでくれ。なら変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ、そうか、もう合ってるんだな。二人は昔。他にはない。そう、公爵が昔。うわ。なあ、公爵ただの囚人からメロ禁忌？いろんなとこ。他に。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り、清掃エリア。剣女万弱。どの目が出るかしら。かかれ、姿を見る。いらっしゃい。暴力か。行こう。天道万象。難攻不落。夜の剣。せっ、痛がっちゃいよ。この目で属性を見届けましょう。おい、よっ。剣女盤石。やた。せっ。やっせい。は。やっ。ライフを広げ、永遠の土を照らそう。糸よ、工作せよ。この身こそ永遠なり。有限の勝。ヤッホー、通った。愚鈍です。ここ天道、ここにある。はっ、断絶。難攻不落。はっ、やっ、
三段八九栄光に来てよっやったやり甘いた断絶してグロンです剣女盤石戦時の今しめの目が出るか行こうさあ行こういってらっしゃい
難攻不落。情報提供者から知らせがあったわ。うん、どうやらまた新たな変数が現れたようね。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。